人類がこの地点にまで至り得た歴史的過程をもう一度振り返り、私たちはこの先どこへと向かえばよいのかを考えてみる手助けとなるような思考の場を持ちたいと思います。茶室っていう空間はそもそもがその観測の場だと思うんですね。決まった、ところに決まったものが、しつらえられ飾られることによって、いわばその定点というものが明確になる。かすかな移ろいをまさに茶室の中で、観測する、自分の、心の動きを観測する。節目節目の天体の動き、その文明の始まりといいますか、目に見える空間じゃなく、そこからこう自在に広がる、まさにこの床の向こうに宇宙が広がっているような、その無限の宇宙というのは実は己の心の中、意識の中にこそ広がっているんだということを、茶室という限られた空間に身を置くことで、逆説的に感じる。それこそが茶室が宇宙であると言われるゆえんなのではないかなと私は考えています。座談会シリーズを貫くテーマが宇宙視点ということで、それは何か人間が進化することで手に入れられるものなのか、あるいは遥か昔から実は持っていたものなのか。僕はどちらかと退化傾向にあるんじゃないかとだから古代人が豊かなね、その、宇宙観も持っていたし、生命観も持ったし、ある一つのこう西洋文明的なものが合理主義の精神というものを考えしたおかげで、それだけがなんか特化して、なんかこう研究が進んでしまって、その狭い視野の中で宇宙を捉えようとしているのが今の全世界の傾向であって、古代人がどれくらい豊かな宇宙観を持っていたかということを、まず今我々がこうもう一回考え直す時期が来てるんじゃないかなと思うんですよね。で今日これなかなか特大の流れこれ多分サハラ砂漠とか雨に落ちたものらしいんですけどね、こういう天から降ってくるものが、まあ、中世までこれどっからやってきたか分かってなかったわけですね。まあ、杉本先生をお持ちの中にはヨーロッパに落ちて古記録に残ってるあの隕石ありますけど、あれも天からの、まあ、何かのメッセージだって思ってて、まあ、思うのは普通だったんですね。いや、やっぱり星見てたんだと思いますね。うん、やっぱりエジプトの人が一番よく見てたと思うのは、あの 365.25 日、ま、ウルード史的なものも発見して、うん、星の観察をずっと続けてるとやっぱそれ見えてくるので、うん、古代エジプトではやっぱりその太陽よりもやっぱりまず星の信仰とか、そっちの方がやっぱり古いですね。やっぱり動くのであれだけ。
知られるように太陽信仰、太陽暦っていうのはエジプトでも生まれてるんですけれど、それの元がやっぱりシリウスの、シリウス暦っていうものの中にズレがどうも生じるっていうので、そのズレが一体何年ごとに戻ってくるんだろうというと、1460年後に戻ってくるとかね、大シリウス周期みたいなことで、それを修正じゃなくてこう戻ってくるのを測るみたいなね、そういうことをしているので、やっぱり自然現象を見るっていうのは彼らの中ではすごく身体的にピタッとくるものだったんでしょうね。でも今おっしゃったシリウス暦1000年以上じゃないですか、一周するのに、ね、その人間のその100年もないような身体的な感覚をはるかに超える、そういうものを、持てた、これは一つの宇宙視点にもつながるような感覚だと思うんですけれども、あんまり人間みたいなの相手にしてないからまあベテルギウスっていう星があって、オリオン座の一等星なんだけど、どう考えても終末期の星なんですね。もうすぐ爆発する、もうすぐ爆発するって言うんだけど、我々それは本心から言うと、そういう超新星爆発みたいに非常にレアな現象が目の前で起きてほしいっていうのは願うんだけど、まず無理だろうなって思いますよね。1994年に木星っていう惑星があるんです。そこにほうき星が、ぶつかって、黒い斑点を残したシューメーカーレヴィ第9彗星の木星衝突事件というのがあったんですけど、その斑点を残したのを見てですね、我々昔の人も一生懸命こう木星を望遠鏡で見てスケッチしてたから、なんか残ってね、ないんじゃない、ないかなと思って、パリ天文台に行った時に、あそこに17世紀からカッシーニとか偉い天文学者のスケッチがいっぱい残ってるんですけども、それをこうだーっと 見たらですね、あったんですよ、斑点で、斑点がだやっぱり一旦斑点は丸いんですけど、だん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 木星の風の流れで長くなってるんです。それが1週間にわたってこう長くなる様子も観察されていて、カッシーニ自身は何だか分かんなかったんです。でも我々400年後にそれを天体衝突による痕跡だっていうのが分かったっていうのは、もしかしたら我々が今この技術で見ている天文現象をちゃんと記録しておくっていう大切さにつながっていて、400年1000年後の天文学者の人が我々の観察記録を掘り出して、解釈してくれる可能性があるなと思ってて、我々がたとえ分かんなくても、それこそエジプト の, ピラミッドの中の空間が、今はちょっと分かんないけれども、だん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 こう知見が積み重なっていって、将来分かってくるっていうのにつながるんだろうなって思いましたね。でもそういう長期歴のような視点を持っている文明と持ってない文明で何か違うことってあったりするんですか、どうですかその辺。それはね、星をよく見ていた文明はおそらくそういう視点はあったかもしれません。例えば日本みたいなところは基本的には星見なくても季節が分かる国なんですねエジプトなんかだと星を見て季節をちゃんと知って、ナイル川が氾濫する時期を見極めるというのは非常にその文明そのものの存続に大事 だったわけですから、365日だけじゃなくて微妙なその差分をちゃんと見極めて長期歴を作れたんじゃないかと思いますね。毎月15日が満月だとか非常に単純化されてて、非常に日本の旧暦っていうのは非常にね、そうですね。例えば片麻岩とか非常に硬い石を古代エジプト人がどこから持ってきたのかっていうと、エジプトの南の砂漠の中でグーグルアース見るともう何にもない、もう砂漠のど真ん中でそこしか取れないんですよ。よくこんなところまで行ってこの石取ってきた、なんか声でも聞いたのかじゃないですけど、やっぱりその古代エジプト人ってものすごい探検家でも、エクスプローラーでもあったので、求めて求めて求めてその石をやっぱりこう1000キロ以上離れたギザに持って行って王の像を作って、古代エジプト人にとっての永遠っていうのは最も重要なテーマだったので、永遠に残る石を、なんとか硬い石をっていうことで、その永遠っていうのはどのくらい。古代エジプトの永遠は、数字の中で例えば十進法をエジプトも使ってましたけど、幾百万年もっていう表現があるんですけれど、それは基本永遠のことです。
古代エジプト人にとってみれば1000年100年はカウントできる。カウンタブルですね。あのカウンタブルじゃないのは幾百万年、万年になるとカウン永遠になります。その幾百万年の永遠を維持しなきゃいけないというか、そこまでたどり着かなきゃいけないのはどうしてだったんですか？死の克服ですよね。まあ、それは文明も社会もあの全てそうだと思うんですけれど、生命としての、最大で、まあ言ったら誰も今まで克服したことがないものっていうテーマがやっぱり死なので、エジプトの彫像なんかやっぱり面白いのが、ギリシャの彫像と違って、ギリシャ彫像ってこう手がねこういろいろありますけど、エジプトの彫像ってこう空間が基本は嫌うので、こんなになってますよね。やっぱり壊れないように基本は永遠に残って貢ぎ物を受ける。まあ、アートを作るということは、まあそういう、自分がまあこのテンポラリーにいる間に 何ができるかということが大きいと思うんですよね。だからやっぱり最後には写真なんてもうペラペラの紙だし火つけてすぐ燃えちゃうようなもんですからなんか 石フェチに晩年は傾いていったと。ルートハンマーっていうのもあるんですけどね、こう穴開けてでくさび入れて割るんですけども、そういうことやってると、古代はこれどうやってたのかなとかね、古ければ古いほど手間がかかるけどもいい形に割れるんですよね今ねガンガン機械でやると本当につまんない形になっちゃうんですよエジプトの、滅びた原因って何なんですか？溜め込むんですよね、いろいろ、まあ、人間 の, そのある種老化と同じように排出できなくなるっていう、国として社会として今までだったらある種新陳代謝的に出ていけるものがやっぱり出てこなく溜める、結局そこで、まあ、ある種の淀みみたいなものが生まれるっていうのは あると思いますね。ただ私はやっぱりその考古学者ってやっぱりこうスパンが長いじゃないですか、見るの。だから別にその、まあ、こんなこと言ったら語弊があるんですけど、まあ、滅亡というかこうなっても悪くないんじゃないかなっていうそこから生まれるものもたくさんあるしいいかなっていう、まあ、違うものに転化していくっていうこともありますね。だからローマ帝国全体としてはその社会システムって衰微していくけども、それが各独立国家の地方性に分散していくっていうこともありますし、うん、ということは、まあ、今の現代文明も衰微していく可能性も随分あるんですよね。そうですね、エジプトも例えばピラミッドの時代で一旦あれだけ大きなものを作ったのが、うん、結局王よりも官僚の力が強くなって、その官僚たちが、うん、王の権力を脅かして、王は王でその後継者争いが起こったり、あとは、うん、太陽信仰なんかがこう強くなって、うん、暗殺王を暗殺しようとしたりというのはねもう現代と変わらないようなことが起こっていく中で、結局一旦エジプトがこう文明として、まあ、国としてこう瓦解していく中で、今度生まれる思想っていうのが中央国の中では個人っていうやっぱり概念の中で自らをこう発するってい こう文学が今度生まれてきたりするっていうので。何かがやっぱりこうそうですね、衰えていくとそこからやっぱり生まれるものっていうのは必ず、うん、出てくるのは、うん、出てきますね。
宇宙のこの時間軸というのは135億年とか言われてますよね。そうですね、宇宙生まれて今138になってますけど、まあ、138億年で、地球や太陽系が生まれたのが46億年前で、まあ、46億年からすると我々200万年しか生きてないっていうのは12月31日みたいなもんで夕方ですね。短いですね。人類ってまだ始まったばっかりで、ある意味その本当ですね、始まったばっかりおそらく地球と環境に似たところって結構たくさんあって、まあ、3000億我々の銀河系の中に星があって、まあ、そのうち 1% だとしても30億だし、で生命が発生して 文明を持つのがどのくらいかっていうのは分かんないんで、その中の 1% としても3000万あるんですよねそしたらまあどっかでこういう対談やってるんですよそこでもねそれ考えると多分ね、我々の文明はまだ未熟なんだと思います、始まったばっかりで、それこそ文字文明を持ってまだ一応1万年とか経ってないで、それ考えると今の我々もなんとなくこう自慢できる文明じゃないんじゃないかなってレベルに達してない、進化してないような気がしてて年賀状をね、頼まれて印刷するんですよ。この小林一茶の句をもじりまして、めでたさも中ぐらなにおらがはるっていう、中が空になって、でこれギリシャの星座っていうかね、そういうものに当てはめたと、ですから俺たちもうおめでたい、そのバカらしさも宇宙ぐらいめでたいんだという、でかいめでたさですね、でかいめでたさですね宇宙ぐらいいいですね宇宙ぐらいめでたいおめでたい、この4人が集まって今日お話をしためでたしめでたしめでたしお後がよろしいお後がよろしい